スギチャンネルの杉です。はい、ということで本日はこちら、バーン、会社、じゃあ東京ディズニーリゾートのお土産でございます。こちら、じゃん、カップラーメンオリジナル醤油味を本日食べてみたいと思います。箱がこんな感じで、ミッキー、ミニーちゃんに、デイジー、ドナルド、グーフィー、プルート、そしてチッパンデーもいます。そしてここにですね、2種類のナルトが入ってるよ、書いてますね、ここに。そしてここも注目です、プルートのフィギュア付き、これ蓋を押さえるやつですね、が付いてるということですね。上にはCの火山や心霊ラジオ、サイドはこんな感じでトゥーンタウンかな、トゥーンタウンのイラストとかいろいろ書いてあります。そして後ろはこんな感じ、説明が書いてあります。そしてこちらの製造元が、書いてあります、日清食品さんでございます。というわけで開けてみましょう。こちらなんですけども、先日ですね、私のもう一個のチャンネル SD プレイグラウンドの相方のですね、大輝がディズニーに行ってきまして、その時のお土産でいただきました、これ。ということでね、せっかくいただいたんで、食べてみようと思います。食べるのもね、動画にしようかなと思って撮っております。そして開けるとこんな感じで3つ入っております。3つ、かわいいですね、こんな感じで入ってます。あー、かわいい、非常に。カップの、蓋がこんな感じで、ちょっと懐かしい感じするね、チキンラーメンみたいな感じするけど、カップがこんな感じで、先ほどの箱のねデザインがカップに入っております。こんな感じですね。そして日清といえばやっぱカップヌードルでしょ。カップヌードルといえばこのね、蓋止めシールまでついてるということですね。蓋止めシールついてるのにこちらですよ。おー、やっぱよくできてます、プルートのフィギュア。これで蓋を押さえると、開けてみましょう。おー、かわいい。じゃあ、スプルートのフィギュアが入っております。こんな感じ。こんな感じですね。これを、こうやって、乗っけて、蓋を押さえると、いうことですね。早速、開けてみましょう。ちなみにこれ、私のお昼でございます。ほうほうほう。中はこんな感じ。見えるかな？これね、ミッキーのナルト。ミッキーのナルトと、シルエットのミッキーの、ナルトが入っております。そして、日清だけど、謎肉ではない、お肉ですね。これ入っております。で、あとは卵とおネギちゃんですね。入ってます。というわけで、お湯を沸かして食べてみたいと思います。はい、ということで3分経ったので、このプルートを溶かします。しっかりと押さえててくれました、プルートが。はい、ですね、ルーシーが入ってるから、ルーシーが入ってるからね、はい、こんな感じです。ちょっと食べてみます。麺の感じとかね、あのスープの感じとかね、どうなんでしょうか。いわゆるカップヌードル的な感じなのか、でもちょっと色が薄い気がするね、なんとなくだけど。じゃあいただきます。今日のお昼でございます。めっちゃ優しい。麺の感じもカップヌードルとちょっと違う気がするな。卵はカップヌードルな感じするけど、あ、肉も美味しいよ。うん、あのすっごいあっさりしてる。
全然くどくない。あの本当にもう子供も食べれるね、子供もペロッと食べれるね、この味だったら非常にさっぱりします。ミッキーの納豆、うん、安定です。安定の歯ごたえ抜群。そしてさっきはシルエットだったんで、今度はミッキーの顔のこれね、顔のやつね、うん、食感グッドです。スープかなり個人的に好きだな、これ。うん。あの、くどくない。本当にくどくない。女の人でも多分好きだと思う、このさっぱり感は。これは食べやすいわ。うん。マジで。はい、ごちそうさまでした。非常に美味しかったです。というわけで、本日はですね、このディズニーリゾート、東京ディズニーリゾートのカップラーメンを食べたよっていう動画でした。でこちらですね、お土産なんだけど、まあ顔見知りっていう仲いい相方なんでね、もうお値段見えてもいいよっていうことで、こちらお値段1500円、ちょっとね高級なカップラーメンなんですよ。で中が3つ入っててプルートが入ってて1500円。でもマジでね、想像してた味より全然美味しかったんで、ほんとお土産でね、例えばご家族の人たちにあげたいみたいとか、まあ仲良し3人組に1個ずつこうやってどうぞつって配ったりっていうのもいいと思うし、ちょっとね想像を超えてたこれ、うん、特に俺割と結構あっさり好きなのよ、ラーメン、あっさりラーメン派だから、すげえ好きな味だったんで非常にうまかったです。これグッドでした。こちら1個注意点として、多分7月の真ん中ぐらいかなにもらったんですけど、この動画いつ出てるのか分かんないけど、これ8月の末ぐらいなんですよ、賞味期限が。なのでカップ麺としては賞味期限自体は非常に短いと思いますので、そこだけちょっと注意していただいて、食していただければいいんじゃないかなと思います。マジでうまかったですよ、これうまかった。大吉ありがとう、ごちそうさまでした。ということで以上、杉チャンネルの杉でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよかったらしてください。ディズニーの動画もちょこちょこ上げたりしてますので、よかったら見てください。見てねー。じゃあねー。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録はこちら。過去の動画はこちら。SD プレイグラウンドというチャンネルでも動画出してますので、ぜひ。ではまた次の動画で。